19歳だと思うんですけど、アメリカ一周した時にグレーハウンドっていう長距離バス乗ってマイアミ着きました、うん、ダウンタウンのね端にバス停があります。寝る場所がないんでホテルもないんでどこで寝ようかなみたいな時に野宿しようで、安全なとこに野宿しようと思うわけじゃないですか、うん、で港に行ったんですよ。綺麗な港、観光地っぽい港で港に入って雑魚寝したの、うん、そしたら警備員さんが来てここで寝るなみたいな英語でベラ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 って言うんですよ。で出てけみたいな、ゲラッゲラッゲラッみたいな感じで、ボートがパンパンって、うん、ゲラッみたいな、オッケー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 っつって出て、警備員さんがまたどっか行って、でいやいや私寝るとこねえしと思って行ったかなーっつってまた戻って寝たの。そしたらまた来たねゲラッゲラッやっべえみたいな、これこの人に殴られんじゃねえの。殴られるよ、やばい、舐めんの超怖え。いや人って怖い、だからこっち住むとこ寝るとこねえしみたいな、アメリカで野宿とかマジで怖いしみたいな、ここダウンタウンなんかボロボロだしビルとかっつって、うん、ホテルが欲しいんだよねみたいな必死で話したわけですよ。英語が喋れないなりにジェスチャーでホテルが欲しいんだよねみたいな話したんですよ。そしたらその警備員さんがおーパーンってやりながら遠いところでね、あれ見えるみたいな、あれが一番この近くで安いところだよみたいな教えてくれたんですよ。おー優しい、優しいじゃない、優しいと思うじゃないですか、うん、でこの道まっすぐ行きなよみたいな、ただその次に言われたのがこの道あそこまで何事もなく歩けてつけたらいいね。へえ。怖い、やガチで怖いねこの道が、電気ないの汚いの、とにかくアメリカンジョークとかじゃないマジで本当に怖くて、この道あのホテルまで何事もなく歩いていけるといいな、早く行けよって言われて、めっちゃ怖くて、で私そのダウンタウンを迂回するように港沿いでたまーにある感じのその街灯をダッシュで延々と走り、そのホテルには向かわずに明るいとこ明るいとこっつって延々と歩いて、偶然すれ違った日本人に助けてくれって泣きついて命助かったみたいな。うわ本当に怖かった、あの時はねやばいと思った。